皆さんこんにちはポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024 TBS ワシントン市局長の柏本照之ですワシントン市局の和久井文明ですこの番組では大統領選挙のその後の動きやトランプ新政権に関するニュースを深掘りしたり私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしています 今回が四十九回目、十二月に入りましたね、十二月七日の配信です。はい、えー、先週は、えー、感謝祭サンクスギビングの、えー、休日ということで、支、え、局、ー、を占める関係もあって、えー、日本時間でいうと十一月二十七日に配信しましたので、えー、少し間が。 ましたそうですねホワイトハウスの前のクリスマスツリーも点灯式がありまして、すっかり12月、クリスマスシーズンですね交通規制も結構厳しくありましたけどねしかし、この前は平日2日間、火曜日に収録しましたよね、それでもなんか気づいたら1時間、よく喋ってすいませんという感じですけれども、今回は10日ちょっとぐらい空きましたね。やっぱり なんかこうやってみると、すごいいっぱい。ありますね。ありましたね。はい。なので、えー、今週も前編、えー、次期大統領ニュースとして、トランプ新政権の発足に向けた動きを中心に、お伝えしていきます。2024はい、えー、次期大統領ニュースのコーナーです。はい、えー。前回の配信で、タイトル変えようという話をしてたんですけど。 ちょっとまだいいタイトルが思いつかないので、でねえー、このタイトルで今週はご容赦ください。はいえー、今週は、えー、久々に、えー、バイデン大統領の、えー、話題からいきたいと思うんですけれど。はいまあ、先週もね、えー、パードン、御社の話を、はい、トランプさんに絡めてお話ししたはずでしたね。あもしかしかたらバンスさんが あのしましたね、そう,い,うじゃないですかとかね、はい、そんな話をしましたけど、今週はですね、御社、えー、バイデンさんの話です、はい、ちょっと驚きました、ねはいはい、大きなニュースとなりました、はいえー、アメリカのバイデン大統領が、えー、銃を違法に所持した罪などで、えー、有罪評決を受けた次男、ハンターさんの御社を発表しました。ということで、われわれも、えー、テレビでも、えー、お伝えしましたが。うん えー、ハンターさんは、えー、もうすでにその薬物依存を隠して違法に銃を購入した罪、えー、などで有罪の評決を受け,ていたんで、えー、受けていまして、えー、今月、えーと、これは今月にいいんだっけ12月でいいんですかね、量刑が言い渡される予定だったと,ううということですよねなんですけどでバイデンさん、これまでも繰り返しその、まあ、大統領なんで御社の権限があるので。 息子のハンターさん、御社するんですかということは記者会見とかさまざまな場で記者から聞かれてきたんですけど繰り返ししませんと否定してきたんですが、うんはい、一転しまして1日に声明を発表して不公平に起訴されたとハンターさんは不公平に起訴されたとした上でえで生々しい政治が悪影響を及ぼして、まあ、誤った審判につながった。 えー、というふうに主張して、まあ判断を、まあ、これまでの判断をまあひっくり返したと言われても、まあ仕方ないという感じで、御社を発表したと。完全にひっくり返,り返しましたね。ねちょっと、まあ、本当に、はいあのー、これまでさんざん、まあ、だからなんて言うんだ、法の上に立つ人はいないですとか、さまざまな、なんていうか、表現をして、そのまあ法には従うものである、司法には従うのだということを言ってきたバイデンさんが。 こういう判断を下したというのはまあかなり私としては驚いたんですけれど、そうですね。はい。はい、あの司法判断を尊重するんだ、司法制度を尊重するんだというふうに繰り返して、まあハンターさんにどのような結果が出たとしてもそれを受け入れるんだということも何回も言ってましたよね。うん、なのに一転してとこういうことですからね。でまあそのおまあバイデンさんのそのおかつての姿勢はやっぱりそのトランプさんがね、ねえー、司法制度をこう なんというかあの批判して、えー、敵視してというのに対照的なね態度をとっていたということで、まあ、やっぱりその、えー、バイデンさんはやっぱりその司法制度としっかりしね、あのー、支持してるよねとトランプさんとは違うよねというふうな形で見られてたんですけれども結局は一緒じゃんみたいな感じのね。<laughs> うん えー、印象にもちょっと取れますけれどもまあね早速これだから、あのー、トランプさん側があの今ニューヨークでやっている裁判でその有罪の評決が、まあ、これまた、えー、いつ言い渡されるかというのが、まあ、あの無期限にと言いますかあの期限を定めず伸びている状態になってますけど今度はもうその、えー、有罪判決自体を破棄しなさいというような破棄してくださいというような申し立てをする。 動きもしてるんですけど、うん、その時にバイデンさんも、ね、あの司法省は政治が悪影響を及ぼして誤った審判につながったというふうに言ってるじゃないと、うん、だから司法省のこういう司法判断っていうのは誤ってるんだからあの破棄してあの政治的な訴訟は破棄しなさいというような、ね、言い方で求めるという動きに、まあ、早速つながっていて、まあ、やっぱり、うん、<laughs> というか。 あのこれまでのトランプさんの姿勢に、まある種、お墨付きを与えるとまでは、まあ、なかなか言わないのかもしれませんがななんかそういういい感じになっちゃまましたねね部分もありますよバイデンさんの声明の、ね、御社発表の声明の一番最後に一人の父親でもある大統領がなぜこういうふうな結論に立ったかをアメリカ国民は理解してくれると。 を願っているっていう,うな感じでね締めてたんですけど <laughs> んなんじゃろうなっていう感じですよね、まあ、あのー、まあだから民主党の議員なんかからもそのまあ子供を思うまあ父親としての気持ちはまあ理解するけれどこれはバイデンさんダメだよというようなうあの批判がやっぱ上がってますよね、はあ、ただ私もう とこう批判が高まるのかなと思ったけど意外にそうでもないかなというふうに思ってああまあちょっといろいろ調べてたら恩赦ってやっぱ結構やってるで、ね、ああそうですね歴代の大統領ちょっと調べたら結構やっててですね。そ,そ,それはなんか私自身もなんていうかこんんなにあるんだという印象ですねトランプさん自身が237人に対して恩赦と。 はい。で、えっと、バイデンさん、えー、っと数はね二十七人っていうふうになってるんですけど、一時期あのあマリファナとかの所持とかで有罪、えー、表決を受けた人たちをみんな御社だっていうことで、はい、あれが何千人もありましたよね。はい。で、オバマさん千九百二十七人とかって。ああ、すごいですね。へえというわけで、まあその大統領のそのまあまあ権限としてはその、はいまあ、まあ使うのも まあ、あるまあよくあるという何というかその全く抜かない殿下の報道ではないで,、ね、ではないということですよね有名なのはねあのニクソン、はいえー、元大統領に恩赦を与えた次の大統領のフォードさんの決定とかが有名ですけれども、まああのえー、現役大統領の親族がこういった形で有罪評決を受けるというのは、まあ、あの初めてですかねですから、まあ、そういう意味で まあそれにまあ並ぶといったらねちょっと変ですけれどもかのエポックメイキングな確かにまあそれに対する恩賞も当まる,るわけですね,、はい、ですねでこれねあのー、この間原稿を書きながらね調べててへえって思ったんですけどあのー、2つその、まあ、事件事件というか1つはそのいわゆる、えー、と銃を、えー、薬物依存を隠して、えー、薬物に依存してませんよっていうふうにこう。 チェックしてチェックリストにチェックしたってやつですねで銃を買ったというのがありましたよね、はいはい、でこれについて有罪評決を受けたということで、で、えっと、もう一つ、はい、税逃れ、税,逃れ脱,、ね、脱,税の脱税ですよね、はい、はい、でこれ結構長くでしたけれども、で、えっとこれは裁判員 陪審、えー、<信>の裁判に行く前に、はいえー、有罪を認めた私は認めますということで陪審、うんえー、裁判にはならなかったんですけれどもこれの量刑も言い渡される予定だったんですけどね、うん、あの一番最初にが出て有罪評決が出たということは、えーとまあえー、とそれで、まあ、いわゆる、まあえー、と前科一般ということになるのでその えーと銃をその不法に所持していたという,うことに対してはおそらくはそんなに禁庫刑まではいかないだろうというふうに言われていたんですけど形上は前科一般ということになりますのでそうするとその税逃れの方のあーなるほどうが、えーまあ、初犯じ,、ね、じゃないよということになっちゃう,いうなるんで禁錮、ねはい、刑の可能性が高まります。 あーなるほど。えと、これはあの、あ<ー>アメリカメディアのその解説でね出てて、あそうなのかと、なるほどだから、まあ私からすると、多分どっちのお、えー、量刑についても、まあ、それほど大きな痛手にはならないんじゃないかなというふうにもね、うん、思っていたんですけど、実はそうじゃなかったようで。あそういうこともあったのかもしれませんね、じゃあ、判断の背景に。そうですねなるほど であのやっぱりその大統領のお側近たち、えー、特に法律を扱う人たちは、もうこれは御社あのした方がいいですよというふうなあの意見を挙げていたということなので、なんかあの報道を見る限りでは、要するになんかバイデンさんが一人でその暴走したというよりは、あのそのホワイトハウスの周辺なんかとも、まあ、一応、その震源があったというような報道は出て。 そうですねしかしタイミングがね、あの感謝祭の,あの七面鳥にね、いねはい、毎年おなじみ、ね、ピーチとブロッサムでしたっけね、こと<あ>、ね、しっけはい。I will pardon you って言った直後に、私の息子をパ a r d しちゃったっていうのはね、はい、なんだかなという感じでしたけど、うね、もう逃げるようにアンゴラにね、いっちゃいましたからね。 なんかそれで飛んじゃった感じですけれどで、ね、はいでアメリカメディアによりますと、えー、まあ、バイデンさんああのまあ、今もいろんあの恩赦って結構出すのよという話をしましたけれどえー、他にもそのトランプさんが次期政権に、えー、ついたら、えー、あのトランプ政権になったら報復されるんじゃないかという人たちに予防的な恩赦、うん、これちょっと法律的な仕組みがちょっと違うんで。うん まあよくわからないといえばよくわからないんですがまあ要するにあ,のある期間を定めてこの期間に起こったことは罪に問えませんというふうにあの言うんだと思うんですけれどえ予防的な恩赦を出すことを検討しているということだそうでまああのトランプさんを厳しく批判してあのハリスさんの選挙活動も応援した元共和党幹部のリズ・チェイニーさんですとか。 あとまあコロナ対策がまあ厳しすぎるということであのまあトランプさんともちょっと意見が衝突したのパウチさん、はい、CDC のとかあとトランプさんの弾劾裁判を主導したアダムシフ下院議員といった人たちの名前がメディアでは取り沙汰されていてホワイトハウスの報道官もまああの具体的にそういった予防的恩赦するのかという質問に対しては具体的なことは答えなかったんですけれど。 まああのー、いろいろな本社を幅広く、恩社や原型を、うんえー、バイデンさん考えていますというふうに一般論で答えていて、まああのこれ6日の<う>今日記者会見ですけれど、まだそういうことが起こる可能性はあるようですう予防的御社なんて制度が取れるんですねちょっとだから、まあ大統領権限というのは改めてまあすごいんだなという感じがしますね。その なんていうか、まだ罪に問われてもいない人を恩赦するっていう仕組みは、ちょっとなんていうかなかな予防接種みたいなもんなんですかね。という動きも思い出したのは、よく選挙戦の最終盤にハリスさんが、私はトゥードゥリストを持っているんだ、でも相手は復讐リストを持ってるぞっていうふうにね。 ね執務室でずーっとねじろうじょ眺めてるっていうような言い方をしてましたねそうすると今その復習リストに誰が載っているのかというのをこう、うん、<laughs> まあなるほどあの思いながら予防,、ね、予防的措置をするのかもしれないですね名前を上げてるかもしれないですねあちょっとそのトランプさんが司法を使って復習するかもって話はこの後もちょっと、えー、違ったニュースのところで、えー、できるかと思います。はい はい、それでまあまあ御社がかなり大きなニュースだったんですけれども、トランプさんもかなりいろいろと動きを見せていました、でえー、外国首脳との会談はあしませんよというふうなことを言っていたはずの、うんえー、トランプさん側なんですけれども、えー、一点カナダのトルドーさんと会いましたね。はい、会いまましたね、はいえー、トルドーさんは11月29日に、えー、フロリダまで 飛んで、えー、トランプさんと会談しました、えー、報道によると3時間くらい、ね、3時間、うん、会談したということなんですけれど、えー、あのソーシャルメディア上には2人がその円卓をアル・アラーゴの、えー、テーブルをまあ閣僚とか家族とかと一緒に囲んで笑顔で,笑顔で、ねね、座ってるみたいな写真も公開されてますが、えー、なんで会談したかというと、えー、これは前回の配信でお伝えしましたが。うん えー、合成麻薬フェンタニルが中国から原料が、えー、メキシコやカナダに行ってそこからアメリカに、えー、合成麻薬がたくさん入ってきちゃってると不法移民とともにと、えー、でそれが問題なのでそれを解決しないと、えー、カナダとメキシコには25%関税かけますという,うん、まあ、ツイートを、まあ、外交をトランプさんが始めましたということをご紹介しましたが、はいまあ、それで、まあ、これは大変なことだということで トルドーさんは、えーまあ、お話をしに行ったということだ、うんえー、そうです。でまあ、両者、えー、会談後、まあ、良い会談だったみたいな、うんえー、一般的な、えー、詳しいことは話さず良い会談だったというような一般的な発信はしているんですが、えー、その両者の会談の中での発言がアメリカの FOX ニュースで報道されていましてこれがちょっとした騒ぎになっています。 えー、具体的にご紹介しますと、えー、トルドーさんが、えー、関税がかけられてしまうとカナダ経済が疲弊してしまうというふうにトランプさんに話したそうなんですがそれに対してトランプさん、えー、貿易や移民の問題に対処しないことで生じる高い関税で経済が疲弊するのであればアメリカの51番目の州になったらどうだと、うんえー、発言したと。 まあさらにトランプさんはトルドー首相は知事になるかもしれないというふうに話したということで<ー>まあカナダメディア各社は、えー、トルドーさんたちがこわばった笑顔で応じていたというふうに伝えているんですけれど<ー>まあトランプさん側はその後、えーまあ、これはまあジョークだったというような説明をしているようですが、まあ、なかなかその隣の国のトップに対して、まあ、うちの州になったらどうだいっていうのは。 相当ーな話ですよね、<laughs> 本当ね。しかし、あの、完全な話が出た後にあのに、はい、トルドーさん、電話でもね、話をした、ね、と、あの時も2時間とかっていうね、2時間話がしておらましたけど、かなりあのやっぱり大きな危機感を持って、でまあ、それでフロリダに飛んだということなんでしょうけれどもね、あのなんかあれですね、関連してなんか、SNS に何か、 トランプさん、ね、そう翌日なのカナダに絡めた発信をしてますけど、うん、なんかよくわからないですねちょっとよくわかんないですねあ,<の>あれあの雪山の前に立ってるトランプさんがあのその雪山を見ているようなね画像というか写真というかでその、うん、それオーカナダっていうキャプションがついてるんですけど。はい あれは、はい、ど,ううどういう意味なのかがちょっとみんなよくわからないですね。先週もちょっと話しましたけどトランプさんの,この,<う>あの短い発信の中からこの読み取りを、ね、しなきゃいけないんですけどけす、ね、あ,れあれはどういう読み取りをすればいいんでしょうかあれはだからなんていうか他の日本メディアがやってるかちゃんとよく見てないですけどあの少なくとも私は解釈しきれずちょっと。 テレビであれは,はいまああとしかもあのカナダを見ているというふうに、えー、多分まあね,ねシーンだとして投稿されてる画像というか写真家なんですけどなんかその映ってる山があのスイスのマッターホルンじゃないかという。<laughs> 指摘もあってですね,そうなんですね細かく見て<か>ん、ね、カナダにそんな高い雪山ないよみたいな投稿もあるようでして、うん、まあ、ちょっと何とも言えませんが。いやでもあれですね、雪山とカナダというふうにちょっと思い出したら、あれですよ、来年の G7 サミットはカナダですよね、そうですね確かのバンフに近いあたりだったと思いますけれども、うん、ねこの状況の中で。 まあね、だからそのトランプさん自身その25%の関税をかけるというその提案を引っ込めたわけではないのでもちろんそのカナダ側が何らかその対応したというふうに認めれば、えー、関税の提案を引っ込めたり、まあ、あるいはその関税率を工夫したりとかってことがあるのかもしれないんですけれどまだちょっと、ね、ななんていうかその2人がいい会談だったという発信を。 したという以上でも以下でもない感じで、まあ、まだまだ、えー、このメキシコカナダとも、えー、メキシコもあのシェインバウムで大統領とトランプさん電話して、まあ、それもお互い良い会談だったみたいなことは言ってますが、まあ、なんかどちらがどう具体策を取るという話にもなっていないのでこの北米参加国をめぐる緊張というのは。 まあ今後も続いていくんじゃないかなという感じですね。そうですね。はあ、はい注目です。でトランプさん、うん、トルドーさんとは会談しましたけれども、さらになんか首脳外交をやりそうなこう雰囲気、ねね、シチュエーションが今出てきてますね。すねはい、あのー、もう全然就任前なんですけれど、えー、今日6日に、えー、出発アメリカを出発しましてフランスに、えーはい、行きますと。でマクロン大統領と するとということになりノートルダム大聖堂ですかね、はい、あれの,あの再建が一応指名になったということで、えー、その式典に行くということなんですけれどもバイデンさんは行かずにジルさんが行くということで、はい、バイデンさんはアメリカに残って でなぜかトランプさんが行くとうんねスケジュあの報道官会見今日で、きょあで質問されてましたけれどなんかスケジュールコンフリックト、スケジュールが重なるという説明でしたけれど、何のスケジュールですかね、ちょっと正直、なんかいけないような事情は正直、あまりよくわからないなという感じですね、うん、昨日はクリスマスツリーの点灯式に、ねね、出てましたけれども、ちょっと、あなんかいろいろあるんでしょうかね。はいまああのー あとその式典にはウクライナからゼレンスキー大統領も出席するということでゼレンスキーさんこれはフランス側の発表でマクロン大統領はトランプさんとも会うしゼレンスキーさんとも会いますとこれ個別に会談しますという発表が出ていますがここでまたゼレンスキーさんとトランプさんの接触があったりその他各国の首脳との 接触があったりということがあるかもしれないということで、うん、まちょっとにわかに注目のイベントとなっています。はい、までも、アメリカって本当にこう,こういうあの政権移行の時期が長いので、うん、まあすごいなんか堂々と、まあ、二重政権というような状態になるんですね、うこういう時期は。まあ普通じゃないでしょうけどね <laughs> ちょっとね。 各国とも、まあ、やりづらいですよね。そうですよねにわかにパリが注目という週末になりそうです。さて、そうですね、あとこれで、まあ、前回から、まあ、10日ぐらい配信がきましたけれど、まあ、人事も、えー、いっぱい出てまいりました、うん、その後も、はいえー。特にまた、えー、親族の、はいえー、人事っていうのが今回、あんまりないんじゃないかというふうに。 前半戦は言われていたんですが、えー、ここにてて親族の起用が続いています大使とかねそういうていうか閣僚じゃないんですけれどフランス大使には長女、えー、イバンカさんの義理のお父さん、はい、まあクシュナーさんって、まあ、あの息子さんも前政権では中東関連で大いに活躍というか仕事をした方ですがそのクシュナーさんがフランス大使。 この人もトランプさんに恩赦された人らしいですね。あと、えー、中東担当の上級顧問に次女ティファニーさんの義理、えー、のお父さん、うんえー、ブーロスさんという方で、はい、レバノン系のアメリカ人。うん、で、中東関連の人脈、まあ、特にあのパレスチナ側に、えー、接触ができると、はい、いうことだそうで、まあ、あの親族人事だけど、まあ、なかなか。 いい人事なんじゃないかという評価もあるという方、ねうん、そうですね、選挙戦の中でも、えー、アラブ系アメリカ人の票の獲得にかなり、うん、貢献したたとね、とはい、いうふうに言われてますけれども、あと、昨日ですかね、えー、と中国大使、うんあまあ、これも注目の人事の一人になると思いますけれども、を発表しました、デイビッド・パーデューさんという方で。はい えと2015年から1期上院議員を務めた方なんですけどそれよりもむしろこのビジネスマンとしてなんか相当長い経歴があるということでいろいろとあのアメリカメディアをえ見たりしていたんですけれどもかつてなんかシンガポールとか香港でえ住みながらいろんな企業の経営コンサルタントをやったり実際にその経営に携わったりということでえっとその後とはまあ我々もよく知って スポーツ用品メーカーのリーボックの経営にあたったり、はい、あとディスカウントショップチェーン、はい、まいわゆる100円ショップ的なやつですかね。はい、ダラーストアみたいなやつです、ねはい、あれの CEO を務めたということで,で、まあ、あの中国ともいろいろビジネスをやった経験があるみたいなことを言ってましたけど、まあ、辛口の批評だといわゆるそのアメリカの製造業をどん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 だめにした、うん。 どんどん,どんどん中国からものを買うというものを進めてきた人だというふうなことを報道では出てますね。まあ、要するに CEO としてやってきたことは今、トランプさんが、ね、アメリカに雇用を取り戻そう雇用をどんどん、ね、アメリカで製造して、ね、アメリカで雇用を作ろうって言ってることの逆グローバル化であの安い外国で作って。 輸入するというモデルをやってきた人なんで、はい、その辺をどう整合させるんだろうみたいな論評もありましこの方あの、上院議員の後にジョージア州の州知事選に出馬してるんですけど、はい、まあその時予備選挙共和党側の予備選挙で敗れてると、うん、でこの時の相手が、えー、ケンプさん、うん、でケンプさんま、はい、今の知事ですよね、はい、前回選挙でトランプさんが、えー、1万何千票見つけろと。 いう,ふうにこの圧,力、ね、圧力をかけたけれども、まあ、ジョージア州の州都の人たちはもうしっかりと対応した毅戦と対応したということですけど、まあ、ケンプさんもその一人、はい、ということで、まあ、トランプさんは苦々しく思っていたところにこう対抗馬ということで入れたというのがこの、ねえー、パデューさん。はいうん ただまあねそのというかまあその時は結構ねトランプさんのだから影響力ももうもはやこれまでかと言われたような時期ではあったんですがまあ戻ってきまして政権のこう要職にも起用してもらえたということでしょう,かうすね。はい、まあですので、まあ、今はあの中国大使バンズさんという、ね、あの職業外交官の,あのベテランの非常に。 あの尊敬されている方ですけれども、か,かなりガラッと、今度はビジネスの、えー、ビジネスマンを送り込むということですのでね。うん、そうですね、まあ、だあと、まあ、その他、そのいわゆるビジネスマンの中でも、まあ、なんていうんでしょうか、もう億万長者、ビリオネアですね、起用というのが、えー、この間は、えー、続いている、まあ、目立っているという感じになっています。そううううですね、はい、あののの長官といいいもこういういわゆる政権の ポ、えー、ポリティカルアポインティーなんですね私ちょっと知らなかったんですけれど、えー、それも、えー、防衛宇宙企業を起業した実業家で、えー、大富豪のジャレット・アイザックマンさんという方が起業されましたがこの方スペース X イーロン・マスクさんの宇宙船に乗って、うん、民間人として初めて船外活動を行ったという人で、まあ、マスクさんとも仲のいい、えーはい、大金持ちグループと言っていいんでしょうか。 えーいう方が起用されたんですが、えー、その他もですね、まあ、マスクさんもまあ一応その政権の養殖というかまあトランプさんの側近みたいな立ち位置になってますけれどマスクさんは世界一の大富豪になったというふうに言われてますしす、ね、え財務長官のベッセントさんはもうヘッジファンドのトップ、まあ、ウォール街の大金持ちですね。 商務長官のラトニックさんも投資銀行のトップ、はいえー、内務長官エネルギーツアーというのに選ばれたバーガムさんも IT 企業を起こして大成功してという方ですし、えー、前にも紹介した教育長官マクマホンさんはプロレス団体 WWE を起こしてショービジネスで大成功したという方なんでそれだけじゃなくてもうほ何人も大富豪がいるっていう。 すすごい政そうですね,うですねちょうどアクシオスが、ね、その記事を出してたのでこう見てたらこれすごいですねなんかもうミリオネアじゃなくてもうビリオネアがそロゼロいますね,ね,すね、はいえー、ミリオネアじゃ、ね、全然って感じですね全然及ばない感じですねやっぱ皆さんビリオネアでございますね、はい、<laughs> 本当にまあ目単位ではなくもう兆円単位で成功した事業をやってるような方々が、うん、今回の 選挙ではねやっぱりあの庶民の苦しみがトランプさんへの票をねあのかなりこう集めたという感じになりますけれどもビ、うん、リオネアたちがどこまでそこに、ねね、気持ちを組んでくれるかと、まあ、かいわゆるまあ能力主義プラス縁故主義ネポティズムなんていうふうに英語では言ったりしますけれど、まあ、そういうのがまあものすごく出ているという感じの人事にも、えー、なって。 いまますああと、はい、なんていうちわの,の,のノリという感じがより近いかもしれないんですけれどイーロン・マスクさんはあの普通は家族で過ごすサンクス・ギビングも、えー、トランプさんとマール・アラゴで隣に座って過ごしていてちょっとこれはソーシャルメディアなんかでもまあ、反トランプ派の人からはちょっと気持ち悪いとか変だとかっていうような指摘が。う すごいですよね。基本のカリフォルニアとかあっちのほうには帰ってないようなじゃないですか、ね。だからちょっと、いや、あと事業活動どうしてるのかなっていうレベルで、ね、でね、ずっと一緒にいますけどね。あとですね、はい、えこうした人事の関連でいうと、えー、一個お騒がせ人事みたいなものもありました。FBI ・えー、連邦捜査局ですね、その長官人事というのが波紋を呼んでるんですけれど。 カシュ・パテルさんという方が選ばれたんですが、うん、この人トランプさんの熱狂的な支持者で2018年に共和党議員の当時補佐官だったんですがいわゆるトランプさんのロシア疑惑の捜査をぐって FBI を非常に強く批判してトランプ氏の目に留まって第一政権でその後国防総省ですとか NSC 国家安全保障会議の高官の歴任したという人なんですけれど。うん えー、FBI の捜査を批判するというレベルじゃなくてもいわゆる陰謀論者と言われるような方でして、うんまあ、FBI は要するにもう民主党寄りなんだとでトランプさんを攻撃するもうディープステート、えー、闇の政府なんて言ったりしますけれど、はい、えそのディープステートなんだと主張してきた人で、うん、え最近もトランプさんに忠誠を誓わない政府職員は一掃すべきだというような主張とかもしていたそうなんですが。 えー、そういう人は FBI の長官にしますと。でしかも、えー、アメリカメディアによりますと FBI についてはもう政治的な過激期とかして良くないから首都ワシントンの本部は閉鎖しましょうとうでもうワシントンから移転させましょうというような主張もしているということで、まあ、要するに FBI 解体論者を FBI の長官にするというすごい人事ですね。 まああの司法機関の武器化というのを強く批判してま,あまさに FBI の象徴的な部分でもありますからねえまあ,あえてこういう人事を充ててきたということなんでしょうけどこの方、あれですよねどこかあれは何ですかねなんかどっ,かで喋っているあの発言が繰り返しねアメリカメディアでは映像出てますけど。 FBI の,の本部を閉じて、あそこをディープステート博物館にするんだって言ってますね。すねはい、なんか保守系メディアのんなんか取材みたいですね。どうなるか。うん、本当にに博物館になるんですかねうんまあ,あと、この FBI の人事というのは、普通はあの10年任期があるということで、はい、トランプさん自身が第一次政権で任命したレイさんという方の任期がまだまだ残ってるんですけれど。 2017年からですからねまだ残ってるんですが、まあ、ちょっと途中で、えー、クビにするかアレイさん自身が辞めるかというようなことに、はいえー、なるかもしれないと、うん、まあちょっとなかなかその本来あんまりそういう政治に左右されないように、えー、10年任期で回しましょうというポジションだったわけですが、えー、そういうところも、えーまあ、ある種政治的に、うんえー、手を入れてくると。 いうことになるかもしれませんはい。えー、あと、えー、アメリカメディアでずっと話題になっているのが、えー、国防長官候補のヘグセスさんが、はいえー、承認されるのかされないのか、うん、みたいなことでして、えー、前にも紹介していますけれど、えーまあ、女性に対する性的暴行疑惑が、えー、報じられたりあとなんかあの最近になってさらに退役、えー、軍人団体の、えー、幹部もやってたんだけどその時の会計が 変だったとか、えー、その時もなんかあの勤務中もすごく酒、えー、に酔って現れたとかさまざまな、えー、疑惑が報道されていましてどうなんだろうというふうに、えー、言われていて連日、えー、上院にね網出て「お願いします」ということをやってる様子が報道されているんですが、えー、ちょっとなかなか厳しいんじゃないのという見方が出ていて週の半ばに。 トランプさんが、えー、フロリダ州のデサンティス知事、うんえー、大統領選を争ったデサンティスさんですね、はい、に差し替えるんじゃないかというような、えー、報道も出たりしたんですけれど、うん、今日ですね6日の朝、えー、トランプさんあのおなじみトゥルースソーシャルへの投稿で、えー、ヘグセスさんについて、えー、彼はファンタスティックでエネルギッシュな国防長官になるというふうに、うん、<laughs> 投稿していて。 まあ、あの候補差し替えないという姿勢を示したと、うん、いうことで、まあ、これまたどうなるかという感じです,そうですね、はい、まあ連日ね、議会に挨拶前に来てますけど、なんかね、あの記者の取材にも、ね、ある程度こう答えてますけどなんか、えー、トランプさんとは今朝話したよみたいなことを言って、ね、電話で励まされた、ね、励まさでね、はい、ですので本人は、ね、もうしっかり戦う、やれるぞというような感じの。うん 表情を見せてますけれどもね。そうですね。まああとまあだからそのデサンティスさんに差し替えるんじゃないかみたいな報道もまあある種いわゆるメジャーなメディアは一斉に全部書きましたけれど、まあその通りにならないとするとまあまたあの何というかトランプ流という感じもなるかもしれませんね。うんそうですね。でこのまずデトデサンティスさんとかってなるとまたフロリダですかって感じで、まあそれもそうなんですよね。ねもうフロリダギャングみたいな感じになっちゃう。う 夫人になりますねマルコ・ルビオさんとかね、の、うん、人がいっぱいいっぱるんであと一方で、デサンティスさんはあの副大統領の JD ・バンスさんが、えー、あんまり折り合いが良くないんじゃないかというようなことも言われていて、ヘグゼスさんのままでいくかもしれないというのが、ねうん、最終の状況になっています、はいえー、ヘグゼスさんも何度も来てますけれども、えー、他にも次期政権に入る人たち。 えー、指名された人たちが、まあ、続々と、まあ、議会に来ていろいろと挨拶回り等をしてるんですけれども、えー、昨日ですかね、はい、注目の人が来ましたね、はいえー、私も現場に行ってきましたがイーロン・マスクさんが、はいえー、やってきましたメディアもすごい集まってました、うんえー、政府効率化省という、はい、あの政府の無駄削減をするとで政府の予算を減らしますと。 いう組織を率いることになったマスクさんなんですけれど、えー、昨日、なぜかですね4歳の息子さんをを連れて駅に姿を見せました <laughs>、はいえー、私が取材している時は肩車してずっと歩いてたんですけれど<え>これは何だったんだろうというのはちょっとよくわからないんですけどびっくりしましたね。ねはい、あのー <laughs> 本人にもだから我々もなんで息子さん連れてきたんだろうと思って息子さんは議会楽しんでますかとか声かけたんですけど答えてくれませんでした最近よく SNS に発信する写真にね映り込んでるんですよね、うん、あのマウル・ア・ラーゴで撮った写真も子,、ね、子供さん連れだったりとかっていうのはありましたけど、はい、まさか連邦議会に肩車でやってくるとは思わなかったですね。 でその後一1時間とか2時間とかずっと入ってるんでその間何やってんだろうなと思ったんですが、うんえー、ちなみにそのお子さんの名前は X ・アッシュ A12 さん、はい、とすごい名前ですね <laughs> いうそうでしてすごい名前ですねさっきあのアッシュって見せてもらいましたけど、うん、字も A と E をくっつけたなみたいな字ですね えー、<ー>ポッドキャストではなんあの過去出演した「えー、ジョローガンポッドキャスト」で「X」と呼んでますっていうふうに説明してましたけど「<ー> X アッシュ A12」さんいうそうでして<ー> <laughs> 彼は、えー、楽しんだのかちょっと分かりませんが、はいえー、それで、えー、議会でいろいろ説明を、まあ、議員に対してこんなことをやりたいと思っているとかどうですかねっていうような話をしたと。 いうまああのー、会議に出席したジョンソン会議長によると、まあ、ブレストだという説明だったので、まあ、本当にキックオフのブレインストーミングだったと思うんですが、えー、マスクさん自身は、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルに、えー、先月、こんなことをやったらいいんじゃないというのを、うんえー、寄稿していましてあの一緒にやるラマスアミさんと連名の記事を寄稿しているんですけれど、まあ、基本的には行政を効率化して職員も減らして、まあ、政府の規模を縮小しましょうと。うん であと、まあ、余分な規制は撤回しましょうというのが、まあ、基本的な考え方ですよということを、えー、挙げていましたで具体例としてですね政府の職員にテレワークをやめさせましょうと<ー>あの要するに政府の職員テレワークしてるとサボってますとあもう働いてないじゃないかあいつらとなので、えー、働かせるためにはちゃんとデスクに座って週5日間、えー、あの1日8時間 えー、合わせて週40時間はちゃんと、えー、政府の庁舎に来て勤務しなさいというふうに、えー、しましょうとでそれに従わない人はもうやめてもらいましょうというようなことも<ー>、えー、提案していましたまあそれも効率化なんだっていう感じですけれど、ねあのー、一般にはテレワークというのも効率化を、ね、推進する手法というふうに ちょっと思われたりところがありますがマスクさんにはそう見えていないということのようでして「うんえー、ニューヨーク・ポスト」という、まあ、ちょっとタブロイド紙と言っていいんでしょうか、えー、の新聞の記事も、えー、その X 上でえ引用しまして、えー、警備員とかそういうまあ出てこないと仕事にならない人を除くと政府職員の1%しか週に5日、えー、オフィスに来てないというん、ようなことも主張しています。 1%ますよねちょっとさすがにそこまで少ないかどうかというのはちょっと分かりませんけれどまあ一方でまあそれなりにテレワークというのも普及しているのかなというふうに感じるところなので、はい、ね我々も通勤しててもそのあの月曜日とかは空いてるけど。 火水はその車がが混んんんででるるるとかん目にに見えて違いがあるんで金曜日またガラガララなるじゃだからあのワシントンに向けて通勤している人たちの中にはそれなりにねそういう公職というか政府の職員の方もいると思うんで、うん、こんだけ道の混み具合が違うということはまあそれなりにテレワークはあるんだろうと思うんですけれどこれがまあ全員出勤となると。 道が渋滞したりして嫌だなと思ったりしますが、そうですね。まあ確かに政府関係の仕事をしてる人でやっぱり話聞くとやっぱりハイブリッドって言いますよね。そうですよね。ですからまあ実際に行く時もあれば、はい。テレワークの日もあるよというふうな働き方をしている人は確かに多いは多いですけど1、1%。うん。これで残りの99%にはも。 全まあだからあの本当とにえー、多分そういう号令がかかると思われるので来年1月からは、まあ、ワシントンにいる人が増えるのかなという <laughs> 毎日うみますか,、ね、かもしれませんね。まああとそのいわゆるあの政府が持っている庁舎とかもまあ相当ビルの部屋とかが余ってる稼働率が低いのだという問題意識も。 あるようまあそういう稼働率が低いところはまあ売っちゃったりなんだりというような見直しもしましょうというまあちょっとこれも日本で少し前に事業仕上げで聞いたような話だなというような感じですがうそういうアイディアも、えー、出しているということです。であと何加えてですねこれがちょっとまあどこまで本気かわからないんですが、うんえー、マスクさんが X の、えー、また 投稿しまして「国民は迷惑な時間変更をなくしたいようだ」というふうに投稿したんですけれど、はあえー、アメリカ夏時間と冬時間というのがありましてま3月に夏時間になって、はい、11月に冬時間になるというサイクルをずっとやっていまして、うん、まあだから日本との時差で言いますと、えー、冬時間は14時間夏時間は13時間と。うん いうことでで、まあ、時計が変わるんですよねサマータイム、はいえー、なんですけどこれで結構何て言うか体調を崩す方がいたり、まあ、なんか夜が、うん、あの異常に明るくて私も最初夏時間だと、ね、夜9時ぐらいまで明るいあの、うん、とかっていう時もあったりしてちょっとなかなか驚いたりしたので、まあ、これどあのやめたらいいんじゃないかと。 ういうようなことを投稿したそうなんですがというか投稿してたんですけれどただまあこれまあやめようというとですね割とみんな面倒だからやめたらいいんじゃないっていうところまでは総論としては揃うような話題なんですけれど、えー、去年3月に実施された「ユうがというところの世論調査によると、うん、アメリカ人の62%は、うん、えー確かにこういういやあの時計変更しないでいいんじゃないというふうに回答するようなんですが。 じゃあ通年夏時間にするんですか通年冬時間にするんですか、えー、みたいなことをについては全然世論が割れちゃうそうで、うんえー、回答者も、まあ、要するに、えー、半分はじゃあ通年夏時間にしたらいいんじゃないというし3分の1は。 いやあの普通の冬時間がいいんじゃないとこれがまあいわゆる標準時と言われるんですけれど一方で,で<も>残りはわからないか意見がないと答えたということで<ー>まあ総論賛成だけど各論になると多分議論がまとまらないだろうねというふうに、えー、ワシントン・ポストなんかも伝えていましたうんこれなんか結構意外ですねあの夏時間って、ね、いわゆるデイライト・セービング・タイム、はい、つまり。 日差しが出てる時間を大切にしましょうということで朝早くあのもう明るくなってるから早くいろんなことが進められるように1時間スプリングフォワードですねフォールバックだから春に1時間早めてということでなんか大で受け入れられてるのかなというふうにも思いましたしなんか前にね確かあの3月から11月まで少し伸びたのは確かブッシュ政権の時に伸びて。 でなんか冗談でブッシュさんが残した最大一番のレガシーはそれだとかなんか言ってる人もいて <laughs>、はい、なんか前向きに評価してるのかなとうう思ってましたけど意外となん慣習を終わらせたいという人がただ、まあ、それをどっちに揃えるかあと、まあ、アメリカ国内でも時差がありますのでその、まあ、難しいというところもありますね。あ えこれじゃあ、デイライトセービングタイムに合わせる可能性もあるということですかまあ、そういうことですよね、<ー>ただ、まあ、まマスクさんとか、まあこれ法、あのまさに法律事項なので、マスクさんとかラマスワミさんが、あのこうしようって言ったらそうなるっていうものでもないようですね。んなんか気に入らないことがあったんですかね。<laughs> なんか多分 あの面倒くさいっていうことなんでしょう。かねそうですかね、まあ春はね、一、はい、時間早くなるので、ちょっと辛いんですけど。はい、あのー、冬、一、うん、時間ちょっと多く眠れるっていうのはね,ね。まあね、いいっていうね。ね、その日とかもいいっていうね、感じもありますけどね。うん、あとね、えっと、ただデイラ、デイラートセービングタイムの一番最後のその十一月の頭とか、十月の終わりくらいだと。朝、あのー、子供が学校に行く時も真っ暗な、マックくらい。辛いんですよね。そう。 まあちょっとなんか時期はちょっと調整した方がいいかなというふうにも思いますけれども指、ね、示とか全然暗いですからね、だからその辺があ<ー>まが、あ、どうするかということが、<ー>まあ、これで政府効率化になるんでしょうかね。そ,それがちょっとよくわからないですけど、まあ、あと、まあ、少なくとも訴状にあの上ることはあるかもしれないですけど、まあ、今も言ったりあり、のマスクさんが決められるわけじゃもちろんないという話ではあります。はい、はい なんかいろいろありますね、さすが、ね、に10日ぐらいはな、はいね、間が来ますと。やっぱり1週間、いろいろあったなという、1週間じゃないですね、10日ぐらいあったという感じなので、はいえー、こんなところでしょうか、今週は、はいえー、ここまで、えー、次期大統領ニュース、来週は違うタイトルでお伝えできればと思います。はいはい 今週もお聞きいただきありがとうございました。えー、さて、えー、今週はいただい,ていた質問に一つお答えします、えー。選挙が終わった直後にいただい,ていた質問なんですが、少しえー、間が空いてしまいましたがお答えしていければと思います。はい、えー。こんにちは、ちくわまる子と言います。えー、ポッドキャスト毎週楽しみに聞いてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで、選挙期間中の情勢調査というのはどのように調査されているのでしょうか。 結果からすると民主党に有利な感じで知らされてきたような気がします民主党共和党に偏らないと言われるリアルクリアポリティクスでも、えー、結果を見ると随分と民主党 B 期だったのではないかと思わされてしまいます、えー、アメリカのこうした情勢調査どのように調べられているのでしょうか事前の予想と選挙結果が、えー、あまりに違うので疑問を持ってしまいました といいううお便りをたただきましたうそうですね私あの大統領選挙の開票の日「の N スタ」の中継やってる時にもキャスターから突然聞かれて「はい、え接戦接戦」って言ってたのになんでこんなに早く決着がついたんですかとかって「<laughs> はい、世論調査はどうなってるんですか?」って言われてちょっと回答に困っちゃったことがありました <laughs>、はいはい。でも確かに、ね、もっと時間がかかるだろうなというふうに言われてましたけれどもまあ あの早めの決われ我々もちょっと時間がかかるんじゃないかというふうにはお伝えしていましたが結果としてはすぐあの激戦州すべてトランプさんが開票段階で優勢、ね、勝利確実ということが分かって、えー、もう全体としても勝利確実となったということでしたが。そうですね、はいでまあ、世論調査 の,、まあ、あの調査方法というのはいろいろあるので一概には言えないですしその日本でも昔は固定電話にかけていたものが携帯電話を対象にして、はい、でそのうちインターネット調査というものを取り入れてというふうにどんどん,どん,どんまあ変わってはきて、ね、変わってきているということですしアメリカも世論調査の,そのやる主体によってだいぶ違うんですけれどもいろいろとやっぱりその今回その世論調査が 随分違ったんじゃないかというふうなことを、ねうん、言われて、えー、その検証の記事が結構いろいろと出てますけれどもまあそこまで外れてはいなかったんじゃないかという記事が結構多いですね。総評としてはまあそのまあ半分そのまあ言い訳という言い訳な部分もあの我々もお伝えしてきましすけれどまあ 僅差ではあるけれど全部、えー、その激戦州をどちらかが取ったら、えー、見た目上かなり差がつくということもありえるよねということはシナリオの一つではあったので,で、ね、まあなんかそのそういうシナリオにはまったという部分はあるので、うん、その世論調査そのものがものすごく、えーまあ、ものすごい外れたかと言われるとまあそうでもないのかなというふうにも、まあ、我々としては 考えるところです,か、ねそうですね、はいまあ、ちょっと振り返ってみると今回の2人の候補の票の差ですけど250万票差、はい、前回のバイデンさんの時は700万ぐらいですかね、はい、の差がありまして、えー、っとトランプさんがヒラリーさんに勝った時は286万票差。はい えーとオバマさんがロムニーさんに勝ったときは500万票差ということですので、はい、2012年、2022年、20年に比べてやっる、えー、と差はわずかででしたとというこす近かったということですね。でと、得票率がトランプさんがまあおよそ50%ぐらいに対してハリスさんが48.4ぐらいですかね、今ね。うん、えーですけども、まあ、これもまあ傾向としては。 結構似ていたというふうなことですね。はい、まあちょっと言い訳に聞こえちゃうかもしれませんけど <laughs>、はい、でトランプさんがえっと激戦州でえっと7つともお勝利をしたわけですけれども、えー、直前の段階ではえっとどの州もいわゆる誤差の範囲内でまあややトランプさん有利かなということでした。はい。ただいずれの州も開いてみるとトランプさんが、えー、事前予想に比べると とというか、まあ、強かったということはう票を伸ばしたのはこれは間違いない、はい、ということですので、えーまあ、いわゆるトランプ隠れトランプという人たちが票を伸ばしていたのかどうかまあねううこそこがまあちょっとねこれも議論されているところの一つでしたし、まあ、実際どうだったのかがね、まあ、まだちょっとよくわからないところかなというか要するに隠れトランプと言われる。 その聞かれても答えないという人がどのくらいいたのかちょっとよくわからないなという感じでそのいわゆる調査手法的にいわゆる既存メディアの調査というだけでもう回答しないそのトランプ支持者だったらえというようなこともあるんじゃないかというふうにえもう言われていてまあ要するにニューヨーク・タイムズの調査ですというふうに言われた瞬間にもうあの回答する人はの民主党の支持層によりやすいと。 うん、いうような、まあ、あの既存メディアの調査自体を拒絶する、えー、とか、まあ、既存のそういう世論調査会社自体も疑っていて、うんえー、拒絶するというようなトランプ支持層が、えー、いるのではないかというような見方も、えー、あるようです。なんていうかせあの恥ずかしくて言えないとか隠、うん、してるとかっていうことじゃなくてそもそも調査に協力しないっていう。はい え部分が隠れトランプというかあのトランプ票の上積みになったというような見方もあるということもあるかもしれません。またあとその先ほどの質問の中にあったリアルクリアポリティクスというのはあのいわゆる各種の世論調査の平均値なのであのすごくトランプさんがリードしているっていうような世論調査があ,のあったとしてもほ、まあ、他の調査と足、えー、して 割るのでどうしてもちょっとその傾向が丸まりやすいというか接戦を演出しやすいあの要するにハリスさんが伸びてますっていう調査とトランプさんが伸びてますっていう調査を足して割るようなことになるのでどうしても真ん中、えー、接戦によりやすいという傾向もあってでこの数字がまあ各種アメリカでも、えー、かなり引用される対象になったので。 え接戦に見えやすくなったということも、えー、あるかもしれないとただあの、例えば NBC テレビがやっている世論調査はその共和党系と民主党系とのああ、ね、会社を使ってやっているという,ふうなことなので、はい、そういう政党的なバランスを取るような努力というのはしていてで NBC もやっぱ同じような傾向の数字が出てましたので、えーまあ、誤差の範囲の接戦ですと。 いいやいやトランプさん有利にも見えますけれどもすべては激戦種次第ですもうこれしかないですよねだから本当にだから難しいそうですねからすごく、はい、あの外れたのかどうかということも含めて難しいといとう,、ね、うですね、はい、だから世論調査も間違ってるんだというふうなのは当たらないというふうに思いますけれどもこうなかなかその接戦の中でどう読み解くのかというのは難しいと。ただ あの我々まあ言い訳なのか自慢なのか分かりませんが、はい、あの激戦州の現場からというのを10本ぐらいね、えー、10月に展開して放送で出しましたけれどもそのほとんどがハリスさん、うん結構やばいですとやばばいいでねトランプさんの支持が根強いと,い根強いとか伸ばしてますとか例えば黒人の方であったりヒスパニック系であったりとか若者であったりとかアラブ系の関連の。 ものであったりとか、まあはい、これはなかなか民主党は厳しい戦いを強いられてますねというねのそうですねだから<れ>我々なんかちょっとそういう例を取り上げすぎてるんじゃないかというちょっと不安にもかられてましたし、ね、明らかにちょっとバランスを うんまあ、書いている、民主党関係者が見たら、抗議してくるような、<laughs> まあ、そうですね、そのうん、日本だったら、多分抗議を受けるからっていう,う感じですね、すね外国メディアだから、そういうふうに見られてませんでしたけどあの投票日まで2週間の時のリポートは、ハリスさん、失速っていうふうに間違いなくそういう傾向は見えていたものの、ただ、ちょっと世論調査自体はあの、接戦を示し続けたという感じ。うん そうですね,ですねやっぱり選挙わからないですからね、えー、これ本当に最後に何かのアクシデントなりサプライズがあったりしてわーっとこう流れることもありますからね、はい、これは本当に投票日までわからなかった、うん、だけど、まあ、開いてみたら前何回か前の時に総括しましたけど、えー、トランプさん圧勝ではなかったけど干渉だったとすべ、はい、ての属性で干渉と。 いう結果で,したねそうですね、はい、まあですので世論調査、まあ、今後も、ね、あの参考にしながら、われわれは取材したり、えー、報じたりしていきますので、まあ、ちょっと世論調査そのものに対しても、ちょっと、ね、関心を持って見ていこうかなというふうにも思いますけれども。お便りありがとうございました。はい、ちょっとなかなか歯切れよく答えられなかったかもするけど、<laughs> あのまた、えー、お便りいただければと思います。 えー、そのほか、えー、こんなことを知りたい、こんなことを調べてほしいということがありましたら、X の「ハッシュタグ #TBS アメリカ大統領選」でつぶやいていただくか、メールで番組宛にお寄せください、えー。アドレスは番組の詳細情報の欄に載せています。投稿フォームもありますので、えー、ぜひご利用ください。えー、普通のお便りも、えー、たくさんいただいておりまして、す、え、べ、ー、て読んでおりますありがとうございます。ありがとうございます。 はいえー、それでは今週はこのあたりで失礼しますお相手は TBS ワシントン支局長の柏本照之とワシントン支局の和久井文明でした